こんにちは、シロです。今日もババイズユーという作品をやっていきます。これで3回目かな。ロクリーン、シロ、これ今このね、条件なので、これを外すと壁も、怒ってる。壁に当たったら負けるってことは壁になるしかないのでは。シロちゃんがオールイズジェリー、あっ、頭いい。オールイズジェリーにすればいいんだよ。やったー、やったー、勝ったー。勝ってない、まだ楽しいな。何を勝利条件にするかなんですけど、今これジェリー動かしちゃうと、あ、大丈夫だ、保存されるんだ。なんだ、進行状況保存されるわ。じゃあ大丈夫だ。クラゲに当たってね、やられちゃうかなって思ったけど、すれば楽しい、気持ちいい、最高。チェンジレス、変えなくていい。変えなくていいってどういうことだろう。壁にはいけない。白はババだって、ババこの子ってことで、フラッグが勝利条件っていうのも変わらない。あ、わかった、ロックイズフラッグだ。ダメやって。あ、これのせいじゃない。これ壊せばいいんじゃない。起点 Two doors。 キキキキ、白いもキキ。ドアイズユーにする。ドアイズユー楽しそう自分から歩み寄ってくるドアって新しいよね。トゥードアっていうタイトルだった。トゥー、マジ。私は今ドアです。これじゃない？来た！キーズユー来た！来たー！バカ野郎！自分の存在を消してどうする。で、でででで、フラッグイズオープン。あ、ウィン。来たー！面白いけど、皆さん他の正解の仕方絶対あると思うので教えてほしいです。後ろご利用したジェリースノーン、ゲームオブスローンズはいいぞ。シロ、これジェリーズウィンだから、フラッグイズジェリーに。え、フラッグイズフラッグなんだ。フラッグイズプッシュできなくすればいいんだ、まず。うん、プッシュできなくすれば通れる。通れない。え、フラッグはフラッグでしかない。フラッグは止まる。ババイズっていうのは悪くないのかな。成立するのかな、これ。ジェリーイズババ、これ勝利じゃない。動いた動いた、やった、来た来た。ジェリーイズイン、フラッグイズ、来た、取れる取れる。これで、ね、これを取れば、あ、ジェリーイズフラッグ、フラッグイズジェリー、フラッグイズジェリーだ。オッケーオッケーオッケー。フラッグイズ取ってこれる、取ってこれる、取ってこれる、取ってこれない。わかった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 。この状態ならフラッグイズジェリーにできる。オッケーオッケー。なんか実況が日本語じゃなくてごめんなさい。え、フラッグはフラッグなんだ。フラッグイズウィンにすればいいんだ。ただフラッグイズウィンを持ってこう、あるじゃん、あるじゃん。変な声出してる。あるやんけ。来た来た、一緒にゴールしようね。一つ、シロちゃんは分裂しても一つになるんだ。
とりあえずシャット&ストップ、クラブが絶対必要なんだ。クラブを勝利条件にしないといけないってことだ。フラッグイズオープンにしないとダメだ。端っこ持ってっちゃって大丈夫かな。で、これを持っていくんですよ。これが鍵なので。開けました。クラブを勝利条件にします。ババイズババを作っとかないとダメなんだ。わかった。ババイズババを作っとけば方程式が成立しないからここで詰まないんだ。だよね、多分。作っといて、起点咲いてる。面白いねこれ。やばいわこれ、超面白いわ。13バーグレイ、ん？バーグレリー、わからんち。キーイズオープンである必要はまずない。スターイズオープンにしたいが、イズトッシュがあるせいで成立しない。この前にさ、なんかつけてもこの数式は成り立っちゃうんだよね。で押せる？分かったかもしれん。一つのやり方は、鍵が押せるようになればこれと一緒に押せるんだ。鍵を触らないか、スターで開けるかだよね。ウォールイズシャットにした瞬間にこれで鍵で開くようになるんだ。そういうことか。そうか、ウォールイズシャットにすればスターで壁が開くんだ。意味わかんねえなこれ。あ、パカそういうことか。すごーい。で、キーズディフィートをまずなくそう。これで鍵に触ってもよくなった。で、キーズウィンにしたい。これを使ってキーズウィンにしちゃえば、面白い。これなんだろう。はい、3、4名やって新しいことも覚えました。次回は新しい世界に飛び立っていきたい所存。めっちゃ面白い。見るだけ見るだけ。ちょっとね、数秒これをね片付けて終わりにしましょうかね。ロックイズプッシュ、フラッグイズディフィート、フラッグイズウィンに押し込む、クラブに触っちゃいけなくなるんだ。そうすると一旦これだけ押して、ここまで押してロックイズプッシュを外せばここ通れるようになるよね。クラブイズプッシュしたい。なんかさ、こうやってさ塞がってたところに入れた瞬間の喜びすごいですよね。白はロックになりたい。ロックとして脱出でき、でどうなる？ダメだ、後ろにお手上げだ。誰か分かった人はコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。お手上げだ。ドアイズキキ、意味不明なことをしちまったかもしれねえ。増えてどうなる？楽しい。